堀江本当に、でもひどいでしょ、あれは。坂木さん、見ました？いないの？来てないの？どんどん親に爆発するから早く来てほしい。堀江選手、今日酒飲んできたら本当、あの絶対許さないよ。でも殺人試合前ですかね。あ、いきます。堀江選手、お疲れ様です。本当、笑ってる場合じゃないの。本当、坂木さん、お怒りですか？もう酒飲んでないよね。いや、今日酒飲んでないしね。うん、ちょっと飲みたいですけど。うん、そう。じゃあ本当。めっちゃ怒ってんだよ、本当に。はい、坂木村さん、元気のですね。ことでしたら、はい、もうチンコ出しすぎだって、いろんなとこで。チンコは言ってますね。言うだけじゃなくて出ちゃうもん、出しちゃうもん。ああ、まあでも一回、まあ、自信あんの？チンコの自信はそこまでないですね。言うほどないですね。笑っちゃいけない。怒ってんですよ、僕は。ね、はい、ご存じない方のために補足をいたします。昨年末、大晦日大会の前日、12月30日、格闘技エキスポで行われたお笑いイベント、Z1 グランプリ。こちら、YouTube にて生配信をしており、本来はアーカイブに残る予定だったのですが、堀江選手が当イベント内であまりにも過激な発言ばかりをしてしまったため、大臣コンプライアンス委員会による審議の結果、当配信を非公開にせざるを得ない事態になりました。こちら後日編集は一部を公開したのですが、イベントの大半は泣く泣く遅れりとなってしまい、見逃した方はご覧になれない状況だったのですが、今回スタッフの懸命な編集によりなんとか一部お見せできる形になりました。むっちゃ一部だよ。むっちゃ一部だし、ね、うん、それでもしかもね、堀江選手、あの18時56分にこのシーンも出しちゃいけないってまた追加されて、うん、あの一瞬で書き出しにまた行きました、編集し直しに。あ、そうなんだ、はい、だからちょっと遅れたりしたんですけど、堀江選手結構怒られてます。その説はすいません。あの本当に俺はあの佐賀大会を堀江に託して大丈夫なのかなと思って、またあの Z1 の時のような試合の大会にまでそういう無茶を持ち込むようなことはないよね。はないですね。あのリング上ケージ内ではもう本気の勝負なんで、うん、はい、だからここね、本当にプロの格闘家として、あのZ1 のことがまあ愛嬌だよねって済ましてもらえるのかどうかは佐賀の大会の試合し内容次第だと思うよ。そうですね、うん、はい、本当、はい、なんだって、はい、あんなバカばっかりやっといて試合がこれかよみたいな、はい、なんだよ俺帰れって言われるよお前と、はい、きっとそのさらけ出す、まあ、チンコだったりそういうのが強さになると思ってる。本当、だからそこを信じてるからこそ、うん、ちょっと頑固に自分できるだけありのままに下ネタ言ったりって感じで言ってるつもりなんで、きっとそれが試合に出てきます。ありのまますぎるもんね、うん、人前なんだよ一応。なんかもう気ないかなと思って。まあでもその様子の VTR ちょっとあるので、さっきも編集してたやつ、編集してた、はい、ちょっとご覧いただきたいと思います、うん、でもえげつはないんでしょ。あ、そうですね、はい、何ですか、えげつないっていうか、えぐいところあるんですか。こういう感じでバキングって入ってます。これ言ってダメダメダメ、本当に。本田もどうでした？いやもう本当にもうすごかったです。よくよくっマジダメですって。何言ってんすか、これ今長い、ね、はい、はい、ホンダスイミングスクール堀江選手、はい、いかがでしたか、堀江選手。いや、マジ楽しかったですよ。楽しかった、楽しんでましたね。だからもう、みたいな感じですよ。堀江さん、もうダメ、もうすいません、本当に。いや、もうダメなんですよ、堀江さん。ダメ、堀江さん。スーパー放送事故だ。いや、あれはダメなんです。生放送だからこそ、出たチャンスだって思っちゃった自分がいたんですよね。逆にね。はい。なるほど。これ流れたんですか？流れちゃったの。まあ、1回生放送で流れて、でその後アーカイブに残る予定だったんですけど、残せないよね。残せないってなりました。ライブで見てた人たちは、はい、腹抱えて笑ってますね。だと思います。ある意味ね。めっちゃ DM も多かったです。めちゃくちゃ最高でしたっていう。コメントめっちゃ多かったです。 X でもうなくなったんで、アーカイブ、うん、X でもう動画が回っていっぱい、みんな喜んでましたね。堀江選手が面白いインスタ結構増えましたもん。それあれですか、堀江って。そうやってね、姑息に増やしてね、姑息。まあでも
も私堀江選手のインスタライブ見に行ったりとかしても、うん、あんな感じで、うん、あのね、言ってましたよね。言ってますね、はい、なんかいつかこう自分バンされたりするのかなみたいな、されたくないな、マジでお願いだからされたくないっていう気持ちがあります。されたくない気持ちあるんですか？ありますよ、ありますよ。あ、だったらちょっとやめた方がいいですか？でもやめれない、けどやめれないですよね。酔っ払ったりやりたくなるんですよね、うん、まあでもどうですか、佐々木村さん今日も。いやいや、まあだから、はい、大丈夫本当、 あと1ヶ月切ったよ。はい、もうそのリングで戦うために、ケージで戦うために生きててのいつもの行動だと自分も信じてるんで、はい、まあこの後もね、少しちょっと聞けたらいいなと思うのは、うん、本当グスタボってまあ強いじゃないですか。そうですね、うん、はい、で地元も近い中でもうあんな大晦日にやらかしちゃった中で、本当にこのグスタボ相手に堀江が何を見せるのかって、まあある意味自分のハードルを上げてはいるっていうか、プレッシャーはかかってるはずなんだよね。でその中でもきっちり本当九州のメインを、ね、飾ってもらえる覚悟があるかどうかなと思って。大丈夫？はい、大丈夫です。大丈夫だって、はい、自分プライベートばっかりしか載せないんですけど、うん、やるときやってるんで、そこをちょっと刑事でぶつけたいなと思ってます、はい、じゃあ今日はちょっと許してあげてもらっていいですか？え、お願いします。すいませんでした。はい、別に許してたんですけど、ね、よかったです。まあね、そうですよね。ということでいつも通り楽しく始めましょう、はい、今日、はい、ということで、でも堀江選手、これもアーカイブ残んないかもしれないって言われてるんで、はい、ちょっと気をつけていただいて。はい、言わなきゃ。今危なかった。危ないよ。今もう出てた。ちょっと危ない。本当に。学校とかで怒られて、先生の前ではもう二度としませんって言って、裏でもうぜーみたいな。どうだよ。悪いタイムですよ。悪いですね。本当に今危なかった。すっごい汗かいてますよ。大丈夫ですか？暑いですね。何でそんな熱くなってるんですか？いつも自分JTT 指導行った時とかも、はい、多分練習後で代謝上がってるんですよ。あ、それでですね。それで結構あるんですよ。変なプレッシャーじゃなく、こう言ってはいけないことをいっぱい考えて。そういうのもあるかもしれないですね。あるんだ。面白いな。ちょっとタオルも持ってきてよ。一枚ハンドタオルあげようよ。はい、お願いします。ちなみに前回はお酒飲みながら榊原社長に呼び出されました、やったと思うんですけど、もう禁酒中ですか？はい、いえ。普通に、まだ今週の日曜日まで飲むんですけど、明日自分からしたら結構朝早いんで、うんうん、だ今日はちょっと飲みたいけど我慢しようかなって感じなんですけど、ここ来たら本当に飲みたくなります。